2016年9月1日、ある店が消滅宣言された日である。なくなってほしくないという声も多くあったが、その声も虚しく、次々と店は消えていった。その店の名は、サークル K。昔から愛されるコンビニエンスストアだった。それから1年が過ぎた頃、一人の男が、その店の軌跡を残そうと動き始めた。その男の名はコランダー TV MDK のスペシャリスト、ポチモだ。彼は必死にサークル K に関する情報を聞き、数ある店舗を訪れた。やがてこの男の行動はコランダー人の心をも動かしていく。この物語はコランダー人と生き残りをかけたサークル系のドキュメンタリーである。月日が経った頃、この時岐阜県内にあるサークル系の3分の1はファミリーマートへと改装されていた。そこでコランダー人は現在存続しているサークル K を30店舗に厳選し、分布地を東西南北に分けた。そして1人3店舗までマイサークル K として経過観察することとし、生き残ることにポイントが加算されていく。30店舗中一番最初にサークル K としての役目を終えた、つまり閉店となった店舗を30位とし1ポイント。2番目に閉店した店舗は29位で2ポイント、28位は3ポイントと、閉店した時点でポイントへと変換され姿を消す。そしてすべてのマイサークル K が消滅した時点で、一番得点の高いものがサークル K 保全見極め王のスペシャリスト称号が与えられる。なお、すべてのサークル K が消滅するとされている2018年11月31日までこの企画が実行される。エターナルライフ、永遠の命が宿るサークル系。ポチモがバンド活動時よく使用していた太田くん。 TKB のマイサークル系。駐車場の広さだけはどこにも負けない綾鷹。戻りゲスが綾鷹を買ったことからこの名がついた。尿意。ストロベリシクボーイが我慢していたおしっこに行ったことからこの名がついた。大手小崎機械メーカー山崎マザックの近くにあるコンビニ、略してマザコ。永田のマイサークル系、キワコ。陸上競技部、愛しのマネージャーキワコが引退後バイトしていたサークル系。フットボールチルドレン、目の前には歩道橋があり、周辺には学校が点在。万引き多発により潰れたローソン、後釜となったのがこのサークル系。ミノマル、 TKB のマイサークル系。仕事帰りによく立ち寄るらしい。コランダル、コランダ人の集うサークル系。クロ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 、前園公平、前平公園の近くにあるサークル系だ。アクタミカマーランド、岐阜市アクタミにあり、オカマ店員がいつも青リンゴに話しかけてくる。陸体系、陸上の大会が行われる会場の近くにあるサークル系。そして陸体系2、最後に陸体系3、すべて大体同じ距離。どこに行くかは君次第。ローラ、ワンピースビッグマム海賊団の双子姉妹の妹。そして中央分離帯を挟んだ向こう側にあるのが姉のシフォン。銀南伝説、ストロベリーシクボー唯一のマイサークル系。詳細は不明。コーラ、駐車場にコーラが捨ててあったからコーラ。ボンバーキング、ラーメン屋爆王の前にあるサークル系。ネットで調べればわかるが、爆王の師匠はマジでキング。ハッピーターンアイス、陸上部女子久保先輩が期間限定ハッピーターンアイスを買ったのは紛れもなくここだ。ヒロシ、角刈りの中を愛用のサークル系。ロックマン、鏡ヶ原市にあるロックタウンの近くにある。駐車場もマジでロック。3121、前方には31、後方には21という会社がある。始まりのモド HR、 モドリゲスが CHR を買って始めていったサークル系。ウザ店、ポチモが中学生の頃万引きの冤罪を受けたウザい店長がいる店舗。守護者マーゴクラッシュ、社交に三三式孫、神社にいつまで張るんだスタッフ募集中。疾風のコンビニエントランナーウェイ会、モドリゲスのマイサークル系。反逆のアドネラルフリーダム5代目レジ、モドリゲスのマイサークル系。たまり場、ポチモのサッカーの集合場所、どこよりも使用した思い出の地だ。
反逆のアドレナルフリーダム5代目レイジ。まあ多分広いんで長持ちしますよ。紙が3枚あったりします。フッカーの残骸です。潰れちゃってました。12月の7日すぐ潰れると思いますね。